今日はね、あんまかしこまりたくないから、なんかオープニングの挨拶とかなしでかな。なんか習慣を足りないことゼロみたいなもんでしょ、ボリューム。ベータ版。うん、ベータ版。ベータ版。ボリュームゼロみたいなもんでしょ。0.5 回、第 0.5 回みたいな。そうそう、デバッカーだ。エリオスティーンに相関もみたいな。あれ安いの最初だけなんですよ。そうそうそう。うん十万かかった。最終的に全部。ディアボスティンの相関も。一回やってみたいけどね。お疲れ様です。そのいいね。すげえ優雅だな。やばいねこれ。絵が面白いもんね。絵がね。大都会、うん、静岡県は豊橋市。愛知県、愛知県。見る人から見たらさ、もう笑いの対象でしかないのが面白いよね、その映画。ギャグ。ギャグよ。言うて、あれだから、愛知県の端っこじゃないよ、豊橋は。あ、そうだ。三河湾側だから。そうだね。面白い場所ではあるよね、その豊橋とかさ、愛知県の中でその周辺でさ、山もあれば海もあるみたいな地域だからさ、うん、特に田原って、うん、あの山海どっちもある地域だからさ、蔵王山があって、うん、ね、本当にそれこそ赤羽とかもあるからさ、岬があって、そう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 、そこから船で伊勢の方、あ、そうだね、伊良湖からは行けるからね、そうそうそう、うん、一回やってみたいな、それ。そう、伊良湖なんかね、結構いいよ。愛知県ってこう、いいもん、こうだ。ああ、そうだね。愛知県と三重県で。伊良湖から伊勢もね、フェリーはいいよ。乗ったことある？あるある。何回か。ほんと？あ、でも、伊良湖…意外と一瞬なんだよ。うん、直線距離はね。うん、フェリーって速いんだよね。あ、そうなんだ。意外とね。何の音？何の音なんだろうね。ノットで言われても知らないけど、意外と、なんだろう、新幹線の大阪名古屋間ぐらいの気持ちだね。1時間。うん。うちがちょいってとこかな、やっぱり。なんか、あ、もう着いたみたいなさ。で、何回か乗ってると、寝るにはちょっと、みたいなね。うん、頑張って起きてる。うん。1時間だったね。うん、なる。フェリー乗ったことないからな、乗ってみたいね。ね、伊良湖とか結構ね、いろいろあるし、ね、山の民だもんね。うん、どちらかといえばね。うん、まあ岐阜県には海がないので。内陸だからね。そう。で、長野にも海がない。うん。ちょっとね、憧れがあるんだよね、海のある町って。面白いね、伊良湖とかもでもさ、やっぱりフェリーもそうなんだけど、例えば釣りとかでもさ、あのちゃんと沖まで出してくれる。やつとかもあるんだよね、本当にあの時間単位で貸しかな、多分それか1日貸しか、イカ釣りとかね、あるあ、イラは釣れる、イカでも釣れる。イカって何で引っかかる？イカはね、あのエギって言って、あのギジエさんなんだけど、エビの形すごいでかい。イカは夜釣りになってるね、イカは朝、夜から朝って感じかな。うん、昼いないんだ。釣れないこともないけど、あの、かかったらすごいラッキーって感じがある。イサリビタいて、明かりに寄ってくる習性があるから、うん、集めといて、まあ、エギでディギングして、集まるためには、その暗くないと光に、そんなに群れてるタイプの生き物じゃないから。そうだね、とりあえず集めといてみたいな。あと、まあ、生活する、好きな人から言えば結構やっぱ手応えが違うらしくてね、やっぱりその感来た時ね、すごい。アオリイカとか狙ってる人とかそういう感じなんだけど、うん、まあ、だし結構ね、あの、だから伊良湖行くと岬っていうか、その灯台までね、続く堤防があって、まあそこで釣り人がすぐバーっているんだけど、見るとさ、イカ揚げた時の炭があるんだよ、ちゃんと。あるある。イカ揚げた時にね、炭入ってっていうのがあって、あ、イカ釣れたんだっていうのも分かるよね。なるほどね、黒い、そうそうそう、跡がね、ちゃんとあったりする。イカはまあ、全てのイカは食べれるのではっ
ないかっていう。そう、だって食用以外のイカってないよね。まあ観賞用があるかもしれないけど、イカは、そうなんです。タコはさ、だってキャッチアンドリリースしないでしょ、イカ基本ないよね。その釣れるっていうタイプのイカであればって感じはするけど、タコは危ないのあるもんね。ヒョウモンタコとか、うん、でも我々がさ、その知識として持ってないだけで食べれないイカもあるかもしれないけど、一般的に釣れるイカっていうのはほとんど食べれないかなって感じですよね、確かに。タコは浜名湖ですよ。本当？いや、浜名湖は面白いんだよ、あれ。うなぎ屋さんじゃないんですか。あそこは、その浜名湖って海水が流れ込んでるから、すっごいいろんな種類が取れるんだよ、あそこって。あの、本当に多分、かなり多いんだよね、種類が、あそこって。タコ釣りは楽しいよ。本当は、あの、タコって、釣られる側の対象になった場合、すげえアホだから。うん、合わせだけちゃんとしてれば。タコって釣りなんだ。うん、釣れる。ツボと網だった。まあそうだね、そういうイメージだと思う。釣れるんだけど、変な話、フィギュアでも釣れる。アホだ。うん、あのラードとか塗って、うん、まあ何でもいい、ハルヒのフィギュアにラードベタベタ塗ってテッカテカになったハルヒを貼り付けて、ポイッと掘ってタコ釣ることができる。それなんか超変態のプレイみたいな。そういう人いるんだ。だから職種じゃん。そういう人いるんじゃん。超変態のプレイ。わざわざフィギュアに水中カメラつけたりとかする人。野生の職種じゃん。野生の職種プレイ。野生の職種だね。そうだ。そのあのゲームの培養された職種との違いみたいなやつやめてほしい。あえてタコのことをあの古い英語圏での呼び名で呼びたいね。デビルフィッシュ。デビルフィッシュ、ね。イカなんかあれだね。漢字で書くとかっこいい名前。うん。俗っぽいですね。鳥みたいな。スクイードみたいなのとかあるからね。なるでもデビルフィッシュって言った通り、やっぱりその食べる習慣がないんだよね、外来ってね。そうですね。ああそう。食種だからね。だからあれらしいよ、その外国の人が日本食ってタコ、その特に生のとか見ると、生ね、もう戦慄するらしいよ。うまいんだけどね。生きたまま食種の子供を食うからね。職種じゃあ職種プレイ、うん、だ結構韓国ではね、ああちっちゃい職種をさ網の上でそのまま焼くっていう食い方あるからね、うん、なんだろう。で中国圏っていうかね、あっちの方はすごい何でも食うっていうイメージがあると思うからね。うん、まあ謎肉と言われる文化は、うん、極東はあの食なんか食の思考がちょっと偏ってて面白い、うん、北朝鮮名物知ってる？名物かどうか知らないけど、俺が知ってる知識は段ボールみたいなものに味を染み込ますって。ああ段ボール肉まんねみたいな、うん、あのね本当に普通に観光客とかもこれを食べに来たんだいう人がいるぐらいのものがあって、ハマグリのガソリン焼き、うん、あー聞いたことあるわ。聞いたことあるわ。なんか温度がすげえ高いから、そうそう、むしろを地面に敷いて、うん、ハマグリを下向きだね、開く方を下向きにして、うん、こうわーっと並べる。で350のペットボトル、うん、500か、まあ、ペットボトル1本分がハマグリを焼くのにちょうどいいガソリンの量らしいんだけど、うん、キャップに穴をブスッと1本開けて、で最初ちょっと垂らすな、うん、で火つける、そしたら燃えるだろう、うん、こっからは腕が必要らしい。よくわかんないけど小出しながら、うん、こううまーくこっちまで引火しないように調整しながら、うん、バーッと
燃やしてって、これ1本分を使い切ったらちょうどハマグリに火が通るらしいんだよ、うん、これがうまいらしい。なぜかというと、うん、例えば日本のさハマグリとかオアザリだとか、うん、ああいうの焼くときってまあ閉じたまんまか片方殻を外した状態で、うん、網の上に仰向けで置いて、うん、まあ醤油などを垂らしたりとかして焼くじゃない、うん、ガソリンだからものすごい温度になるから、うん、もう閉じたまま死ぬらしいのな、うん、開かないってことね。開かない開かない、ギュッと閉じとるまま死ぬから、この出汁が中で密閉されて自分の出汁で自分を煮込む、うん、うん、閉じ込めてる、うん、うまい、これがうまい、なるほど、それはうまいわなって思う。じゃあその開くを下にした場合さ、うん、もう超もったいない状態に見えるじゃん、うん、そう開いちゃった場合はね、そうそうそう、出汁が全部出る、あもう最低の状態で、うん、でも仰向けにするわけにいかんからさ、うん、ガソリンが入っちゃうから、うんそうそれでも危険と隣り合わせのワイルドな料理。でもこの話はしたことあるか分かんないけどさ、北朝鮮で言えばさ、まあ今で言えばさ絶対行けない場所だよ、基本的には、ね、基本行けない。俺まあ君と俺うち旅行代理店だけどさ、まあじいちゃんの代からやってるけど、まあ親父が2代目で、じいちゃん死ぬね1ヶ月ぐらいかな、ほらに急になんか家族に言ってきて、まあ俺多分その頃まだ幼稚園とかだったか分かんないんだけど、急に家族に俺明日から北朝鮮行ってくるわっつって、うん、そのギリギリ行けた時期だったらしいんだよね。へえ、まだテポドン前、うん、そうそうそう、だからあのテポドン前テポドン後、まあでもその間でもさやっぱりまあ危険ですよっていうか、あの、あまり良好じゃないですよっていう状態ではあったから、まあ、その話を見てよ、じいちゃんが見ときたいって言って急に言ってきたの。で、それを見届けた後にもう亡くなっちゃったっていうか、ね、見るもん見たで、そう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 、入国自体はできるんだっけ今。入国自体はできるんだよ、だってカメラマンとか結構行ってるでしょ。でもあの、そういうあれでしょ、あの取材だったり機材持ってる人は通される場所が決まってて、そうそうそう、で移してそっかいいもの、うん、悪いもの、だからその今その駅前とかはすごい派手にしたりとか、うん、その潜在写真用みたいな感じだよね。観光に関しては多分ある程度通す場所が決まっちゃってるっていうのもあるとは思うよ、うん、あとは結構落とされたりとかもあると思う今は、もう正直、うん、中心の方は結構あれらしいね、そのもう世界的なチェーン店とかも実はあったりとかするみたいな。だからその外に向けてのアピールだよね、国内じゃなくて、だからあのカメラの映像とかね、この間とかだと、まあ、これは放送してるか分かんないけど、なんかあのっていうそのなんていうのパフォーマンスだね。パフォーマンスだね。だからその、うん、まあ信頼させるという、うん、すごいだから情報の統制っていうか、ね、うん、今世界ナンバーワンなんじゃないかな、そういう、うん、情報統制みたいな。面白いと思うよね、いろいろそういうさ、いろんな国とかいろんな話を見たりとかさ、やっぱり俺とかね、子供心ながらにさ、その、うん、じいちゃんが多分幼稚園の頃とかにも亡くなってるからあんまり記憶ないんだけど、まあその結構懐いてたなとか記憶があるんで、いろいろこう記憶をサボるわけよ、そのあったいろんな話とかね、うん、そのいろんなものを見るんだけど、やっぱその多分本人が言ったんだろうな写真とかいっぱいあるんだけど、すごいなと思った、いろいろやっぱ行動力だけんだなって思ったのが、ピラミッドをバックにした写真があったりとか、じいちゃんが普通になんか受けるそう、俺も笑っちゃったぐらい、だってさ自分のおじいちゃんがピラミッドバックにさ写真撮ってる写真見たいよね、うん、見たいし、
でもそれなんか親戚で集まった時に見たらなんかなんだろうな、笑い共有的なそうで、だからもどかしいよね。笑っていいのかよ、なんか友達と見たいよね。で自分が一人の時にいろいろ気になって探した時に見つけたから面白かったんで。だってめっちゃ面白い写真じゃん。めっちゃ面白い。じいちゃんピラミッドで写真撮ったんでしょ。だって俺らですら面白いじゃん、うん、この間さちょっとさ旅行行ってきたんだけどさ、写真見せよって言ってさ、後ろにギズのピラミッドがあったらさ面白いじゃん。スフィンクスあったりとかね。そう、うん、それなんかじいちゃんだった。サグラダファミリアとは違うよね。サグラダファミリアと違うね、うん、ピラミッドっていう。ピラミッドは面白いでしょ。インパクトがね違うもんね。そうだね。でもやっぱそういうの見るとやっぱり本当に好きでこの仕事やったんだなと思うよね、やっぱりその、うん、旅行ね好きなんだろうね、うん、ピラミッドも面白いけど、あと何が面白いかな、ね、俺思いつくのがあの USJ の地球の面白いでしょ、滑稽だね。あそこで写真撮るのがねやばくない？だからそのなんていうの、オカリナ誠のツイッターアカウントとかでさ、なんかナウみたいな感じ。ベタベタすぎてね。ああ面白いね。うん、それはいいねつけちゃうわ。だっていいもん。面白い。ナナちゃん人形とか、ね。同じポーズしてこう。ああ。最低だね。まあ誰もライブ来ないよ。浅草のさ、うん、雷門。いやあの金のうんこみたいなやつ。あれ